ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。高橋由紀と篠原雅史です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は毎週日曜日に YouTube にて最新動画を配信しています。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、ということで、はい、今回のテーマは、はい、ようこそギター友ということでね、はい、また素敵なゲストに来てもらいました。はい、それではご紹介します。今回のゲストはギタリストの酒井隆義さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかいい感じですよね。あのどちらの奥にからっていう感じですけど、まあはい、早速じゃあいろいろとお話を伺いたいと思います、はい、まずは一曲お届けします。はい、アブレウ作曲ティコティコ、どうぞ。アブレウ作曲ティコティコでした。はい、軽快な曲ですね。はい、なかなかね、でアレンジもスリリングな感じでね。そうです ね、なかなかいい。もうギター弾いてても楽しい曲ですね、うん、楽しい曲でした、うん、はい、はい、ということで、うん、今回初めてお越しいただいたので、はいはい、まずはやはりギターを始めたきっかけからお伺いしたいんですが、うん、そうですね、はい、まあ、ギター始めたきっかけってやっぱりみんなね、いろいろあると思うんですけど、
僕ねちょっとけ、まあ、変わってるっちゃ変わってるんですよね、はい、僕ドリフターズが大好きだったんですよ、はい、お笑いのドリフターズ ですね、意外なところしてましたね、うん、はい、で、まあ、僕ちょっと世代としてはもう終わって、うん、全員集合とか終わって、うん、僕がこうテレビで見てたのは加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビなんかそのあたりなんですよ、うん、はい、でただ友達の家にこう全員集合のビデオがたっぷりあって、もう毎日のようにこう見て、はい、でコント真似して、うん、でやってたんですねあれ、うん、芸人さんを目指してらっしゃった、うん、まあ、すごくね好きだったんですよ、うん、でその中でこうドリフは、まあ、コミックバンドというか、うん、ね、演奏もするじゃないですか、でそれ見てて、あ、お笑いとギターもできるといいかもと思って始めたんですよね、でなるほどで家帰ってちょっとギターやりたいって言って、うん、あ、じゃあで、まあ、お家にはねギターがあったんですね、へえ、それはそれは、うん、で、まあ、クラシックギターがあって、まあ、はい、エレキギターとかも置いてあったんですよ、うん、で僕の父が、まあ、昔バンド組んでやってるほど、でまあそれは全然知らなかったんですけど、はい、お家にはギターは確かにあるなみたいな、うん、ちょうどねギターも、多分その当時流行ってたんだと思うんですけど、はい、白く白いギターして、はい、結構歌があったぐらいだから、うん、ね、流行ったみたいで、うん、でその時まあ、元々は茶色のギターだったんだけど、僕の父がこう塗って白に塗って、はい、でただそれもう白もちょっと飽きてきてっていうんで、こう表面は白なんだけど横後ろ、はい、まあその周り、まあ、表面板以外は赤、はい、なんかエレキギターだとありそうだけどね、うんうん、すごい鮮やかなギターが1本置いてあったんですよねで、じゃあちょっとギターやるんだったら教えてあげようって言って、教えてあげようというか、まあちょろっとこんな曲やっとけばぐらいな感じで教わったのが、小賀正男の影をしたい手と、うん、そうなんだよね、うん、影をしたい手と、禁じられた遊び、うん、まあ、その2曲でも王道だよね、うん、だ僕小学校、まあ、5年生前かな、4年から5年ぐらいだったんですけど、うん、もうこれをずっとやった、うん、小学生が不思議な少年だよで、まあ、友達と一緒にギターを始めて、でだから僕そのギターケースもなかったんで、その白と赤のギターをこう持って、うん、はい、歩いて外歩いて友達の家に行ってたんですよでこれをで、まあ、中学生とかから止められるんですよね、ちょっと待って、ちょっと待って、それギターでしょ、なんか弾けんの、うん、でその道端でしゃがんで、うん、これを弾いてたっていう感じなんですよね、なかなか不思議ですよね、で、うん、クラシックの方にこう流れていった経緯というのは、うん、で僕その、うん、まあやるって言ってその2曲をとりあえず教えてもらって、うん、まあハマって数日経ったあたりで、じゃやるんだったらギター習ったらって言われたんですよ、でおじさん教えてくれるよって言われて、うん、僕の父の弟ですね、はい、でなんとその僕の父の弟の、まあ、僕のおじさんが日本ギター連盟の正会員だったっ。ああ、なん、へえ、そうですか。そう。酒井さんとおっしゃる。あ、そうですか。あら。そうなんですね。で、それまで全然知らなかったんです。ギターをやってるなんて知らずに。で、それで、あ、じゃあで習い始めて、だからギターが何なのかっていうのも知らないんですよね。エレキもクラシックも知らないから、まあそういうことだね、うん、だからとりあえず教えてもらった影をしたい手が、うん、ギターで弾く曲として別に僕は違和感なく弾いてたわけですまあそうですね、うん、鮮やかなギターにはちょっとこうミスマッチな感じ、うん、そうだね、色合いとはね、はい、でクラシックギターを始めてっていう
そうですか。それはなかなか人に自慢できる話ですね。ちょっと面白い。なかなか面白い話です、うん。そこからずっとクラシックですか？まあ、クラシック始めてで、まあ、5年生の終わりぐらいにバンド組んで、うん、でそこから僕ロッカビリーを始めたんですよ、はい、ちょっとそれもねまたなぜロッカビリーっていう小学生がロッカビリー、はい、だからいいね、なんかこんな感じのやってたんですよね。変な小学生ですね。すみません、音楽の種類、ジャンルですか？そうですね、ジャンルですね。まあ、ブルースとか、まあ、そっち寄りの、まあ、ロカビリー、ロックンロールよりもちょっとカントリーみたいな雰囲気ですね。ちょっと今かっこいい感じしますね。日本でもね、すごく一世を風靡した時代がね、だから結構その当時僕の周りではロカビリーちょっと流行ってたんです。そうなんだ。僕の周りではってその本当に少数ですけどそれをクラシックギターでされていた。それはエレキで、うんうんうん、そうですね。大体皆さんバンド組んじゃうんだよね、やっぱ面白いですからね、さっきのドリフターズの話だけど、僕もエレキバンド組んで学校の文化祭でやったのはドリフターズでした。あそれはコミックバンドをやってコミックバンドをやってそうだったんですね。しょうがないね。はい、そう、そんなあの、はい、彼のねちょっとまた一曲ちょっとね、はい、独奏をですね聴いていただきたいと、はい、はい、ご紹介します。パウエル作曲「名もなきワルツ」どうぞ。パウエル作曲名もなきワルツでした。
なんかしみじみと素敵ですよね。はい、素敵な曲でした。クラシックって言われても、あ、そうですねっていうね。そうですよね、ジャンル難しいですよね。バーデンパイルという人はね、ブラジルのね、はい、ギタリストで、以前にもね、紹介したことがありましたけど、はい、パイルは好きなんですか？結構好きですね。まあ好きと言ってもそんな、その僕詳しいっていうわけではないんですけど、でもレパートリーとしては重要なジャンルだもんね、うん、やっぱりね、うん、弾いてみたいと思う、うん、曲ですよね、うん、そういえばね、はい、彼はそのユーチューバーという面を持っているんですよね、はい、そうです ね、うん、もう何をすごいマニアックな世界なんですけど、うん、あの僕ね、万年筆が好きなんですよ、うんうんうん、万年筆が好きで、まあ、文房具全般好きなんですけど、で万年筆がメインの YouTube チャンネルっていうのを作ったんですよね。へえ、なんか多分万年筆ってすっごいこうマニアックな世界なんで、はい、こう他のね、なんかみんなすっごい盛り上がってるポピュラーなメジャーなジャンルではないんだけど、その万年筆が好き、もちろん好きだからだと思うけど、何本ぐらい持ってるんですか？ね、持ってる本数ちょっと自分でも数えてないんですけど、うん、200本。ああ、ね、さすがに、すごい、200本は超えてると思います。こう例えば、うん、街歩いてると衝動買いしちゃったりするのっていうこともありますね、うん、へえ、ちょっと面白そうなの見るとつい買っちゃう。万年筆が普通のいわゆる形じゃない、うん、いろんなものがあるの。やっぱり形もちょっと変わった形っていうのは結構あるんですよね、うん、へえ、でも書きやすいのがね、なってたってあれでしょ。やっぱり書きやすいのなんですけど、僕あの最初は1000円の、はい、1000円のパイロットの書くのっていう万年筆、はい、うん、あのね、ちょっと書くの万年筆のそのペン先にこう笑顔のマークがちょっと入ってて、でちょっと女性でも気軽に使える万年筆みたいな感じで出したんですよね。でそれが本屋さんにあって、はい、で以前から万年筆は好きで、うん、こうつけペン、はい、つけペンとかもね、うん、子供の頃は好きだったんです、うん、で僕の父が持ってたんで、それをもらっていつもそれで書いて遊んでたんですね。そういういろんなね育ちがあるんだね。それはいつ頃なんですか？うん、その書くのがを目にしたのがもう随分経つんですよね。おそらく7、8年経つのかも。うん、だからそれも紹介したくてしょうがなくても、そうで、その頃、うん、僕あのレッスンの中で YouTube ってずっと使ってたんです、うん、レッスンもう YouTube 始まった頃からレッスンで YouTube を使って、へちょっとこういう感じねっていうのを載せて、でお家で生徒が見るみたいな、うんうんうん、そういうのをやってたんですよ ね、はい、で書くのを買って、はい、うわすごいって思った時に、ちょうど YouTube が結構あのその YouTuber っていう言葉はまだ、うん、出てなかったけど、なんかそういうので盛り上がってた時期だったんですよ、うんはい、なのでちょっとこれも動画載せてみようかな、商品紹介動画みたいな感じで、まあ商品レビューみたいな感じのこうすごいって言いながらただ書いてるだけなんですけど、でそれを載せて、でまあちょっとずつこう、まあ、チャンネル登録者が増えてくるわけですよね。あ、まあ、こんなマニアックなの見る人いるんだと思って、へ、うん、そう、でそんなのでこう載せ始めて、であと今おそらくあと300人ぐらいかな、で1万人、すごいですよね。すごいですね、うん、よっぽどこのギターをしゃべるのがマニアックな番組そうですか。でも、ね、それだけ検索はどうやったら、まあ、万年筆って検索すると、うん、まあ大体1ページ目に出てくるんじゃないかなと。ぜひねちょっと万年筆興味ある方は ね、うん、はい、そうです ね、いや、はい、万年筆はやっぱりね僕素敵なあのアイテムだと思いますよ、うんうんうん、憧れました、うん、子供の頃、ね、そうだよね、うん、大人になったらきっと使うんだろうなって思ってたんですけど、うんうんうん、そうボールペンに押されちゃったからね。そうですね私もなかなか使ったことがなくて、うん、はい、
僕もね、シャフペンをね、楽譜書くときもシャフペン、だから手紙書くときもシャフペンで書いてたりした、うん、やっぱりすごくね、良かったですよ、うんうん、ね、横に書くと細くて縦が太くてみたいな、うん、そのだからいろんな字が出せるっていう ね、うん、いいですよね。特に字が下手な人にはおすすめなんですけど、綺麗に見える、うん、僕も大好きですね、そのなんとなくこう個性的な字が書きやすいというか、ね、ちょっと面白い、ね、うん、そうですか、この万年筆、うん、ぜひ今度は持ってきてもらってね、ここで ね、見せていただければと思いますが、ね、はい、ぜひ YouTube もご覧になってください、うんうん、はい、それでは今回のゲストはギタリストの酒井貴義さんでした。ありがとうございました。今週もお別れの時間となりました。次回のギターはおしゃべりは来週日曜日に YouTube にて配信いたします。チャンネル登録をしていただきますと配信のお知らせが届きますので、皆さんぜひチャンネル登録をお願いします。これまでの放送もすべて YouTube でご覧いただけます。検索ワードはギターはおしゃべりで、ぜひご覧ください。ホームページもぜひ訪ねてください。それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。